はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。テディ・ボマー様、僕、平昌様、佐川信之様、ロケットコマンド様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ロケットコマンド様からはお手紙もいただきました。佐川信之様は浦安支部長だな。別にいいのに、僕平昌様もテディボマー様も何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。お手紙物品でのご支援はこちらまでお願いします。170-0005豊島区南大塚 2-11-10-3 ニートさんと覚えてください。南大塚ニートさんと覚えてください。靴沢良治0702678910まで。生もの、例えば刺身であるとか、重量物、水物ですね。何ジュース一ケースとか、はご容赦ください。何卒ご容赦ください。軽いものでかさばんなくて、例えばお米券であるとかビール券であるとか切手なんかも嬉しいかな。そういう方面で、ご支援くださるとありがたいです。刀をここに横に置くのやめました。地震で落ちたら嫌だし、先端が油切れするんでね、これ横とかに置いとくとこの先端の油切れちゃってですね、黒くなってきたりするんですよ。ですんでね、先端を下に、縦に置いとかないといけないっちゅうような代物でしてね。こちらの刀、80年ぐらい前に軍刀として作られたものなんで、私がいなくなってもですね、残さないとな、思っております。1987年バブル期にゴッホのひまわりを損保ジャパンがですね、今の損保ジャパン、昔は安田生命って言ってましたが、53億円で落札しまして、で当時の社長がですね、口滑らして私の墓に一緒に入れてくれって言っちゃってですね、人類の至宝に何言ってんだお前が自由にできるもんちゃうぞ。世界中から大品種買っておりました。そんなんだからですね、金儲けはうまいが、それ以外は、後進国だ。エコノミックアニマルだ。なんて言われちゃってたんですよね。当時の日本はね。サミット開始。なぜか、帝都の限界体制。今日はちょっと床屋行ってきたんですけれども、電車乗って行ってきたんですけれども、地下鉄の改札の外と、中に一人ずつ警官立ってまして、あとね、警察車両もバンバン走っておりまして、ゴミ箱も撤去されたのが見当たらず、テロを警戒してんでしょうかね。広島でやってんのになんで東京がって思うんですけれども、5月21日に NHK ネット聴取反対デモやらしてくださいって当局に、打診したところですね、当局の返事がですね、21日はサミットで戒厳令でして、で、言葉使ってました。戒厳令っつって、言葉使ってましたんで、上に気合い入れられてピリピリしてたんでしょうね。で今もピリピリしてるんでしょうね、ということで、ゼレンスキー大統領サミットにゲスト参加するそうであります。ブルームバーグ報道、主要7カ国広島サミットに参加するため広島を訪れる、事情に詳しい複数の関係者が明らかにした、一般判断です。おお、こりゃビッグニュースやな。プーチンも呼んで停戦交渉させろや。警備は大丈夫なのか。着く前に発表して狙われない。安倍さんが案内になったのによく来る気になったな。胸を聞いてないよこれで何かあったら第3次世界大変だな。うまいなおっさん多分おっさんと思われますけど、第3次世界大変だって、やはり警備を心配する声多数でありました。続報でですね、ゼレンスキー大統領は米軍機で来日と発表になっておりました。ブルームバーグによれば、ゼレンスキー大統領は米軍機で来日、サウジで開かれたアラブ連盟の首脳会議に出席後に訪問すると見られる。これ石油援助してみたいなことをお願いしたんでしょうかね。ハードスケジュールやな。一般判断です。米軍機だと撃墜不可能ですな。いや落とせるは落とせるけど、その後が大変っていう意味ですね。
ロシア赤っ端米軍機でとは思わなかった。岩国米軍基地激安、これで撃墜できなくなった。土産のしゃもじは用意したか、やはりアメリカの演出か。まあアメリカが来いよって言ったんですかね。飛行機用意したから来いよってね。安全領域に入ってからの発表では、パヨウクライナはネオナチ、プーチン大ショック、これはロシアを孤立させるための演出ですかね。 G7 プラスウクライナ、つまり G7 世界主要7カ国はウクライナに味方すと VS ロシアの構図が鮮明に出ますもんね。で、こら中国、どすなまやって、わかりやすいメッセージを発信。掲示板でですね、ゴモとパヨが発狂している、絶叫しているようであります。ロシアのスパイ、エージェント宗男も大ストレス感じてんじゃないでしょうかね。ストレスで免疫落ちて、風邪ひけ。風邪ひけ。なんで維新は宗男の発言をほっとくのかな。あんなロシア、ロシアっつってさ。ロシアは隣国だから、敵国だから、北方領土不法侵略、占有、占有っていうのかな。不法侵略、不法、なんだっけ、不法に占有、まあ、居座ってやがる敵国ですかね。ウクライナは日本に攻めてくる恐れはないけど、ロシアはあるんだから、なんでロシアの敵国の味方すんだっていう話ですね。サミットに先立って日米首脳会談開催したそうであります。バイデン大統領80歳、挨拶冒頭で岸田大統領と言ってしまう一般反応。80歳だし、来日しただけでもありがたいから勘弁してやれ。まあおじいちゃんやから、GG7 っていう、うまいな。よ大統領、おじいちゃんご飯はさっき食べたでしょ。店長大将って呼ぶようなもんではそうかもしんない。感想は特にありません。会談の内容ですね、微塵も伝えず、こんなんばっか報道するゴミマスのレベルの低さに呆れるぐらいであります。そういえば規制が緩くてですね、フィリピンパブがあちこちあった頃、昭和の時代ですね、客が誰であろうとシャッチョさんと呼んでましたね。そういう昭和の風景ですか。フィリピンのとこ行ってたんでね。日英首脳会談も開催されました。相手は最近ジョンソン首相と交代したインド系のスナク首相。日本企業が半導体分野とクリーンエネルギー分野に3兆円投資すると発表。イギリスに3兆円投資ですか、投資貸すとか援助するとかじゃなくて、企業が投資と。さらに経済安全保障技術協力を強化する日英広島協定の概要発表。安保と経済を協力し合うの強化だから、まああれですかね、準日英同盟みたいなもんですかね。俺ら仲良しみたいな感じですね。一般反応ですね。なるほど、スナクさん、ニッコニコなわけだわ。まあ3兆円も投資してくれるんだったらね、株価も上がるだろうし、またカゴにされてる。これは増税だな。TPP 加盟同志国だから、通貨税金じゃなくて企業の投資だぞ。他の国にばらまけるだけ儲かっているんだな。企業が投資するんだって、政府が税金を海外に流出させる話ではないが、そういうふうに誤解させたいっていう投稿がちらほら見受けられました。それにこうしてですね、増税して海外援助かよって焚きつける投稿もちらほら見られました。まあパヨとゴモとバンクとソ連の仕業なのかな。企業は儲からないって思ったら投資しませんよ。儲かる見通しがあるから、リターンがあるから投資するんであってね。クリーンエネルギーは風力発電と報道になってましたけど、日本が誇るクリーン火力発電所の建設なんかも含まれてそうだな。風力発電で日本になんかアドバンテージがあるって聞いたことないですもんね。まあハイブリッドの車とかはトヨタがすごいアドバンテージ持ってるみたいですけど、あと水素エンジンね。風力発電で日本アドバンテージあるってなんか聞いたことねえからなって感じになります。そういえば神棚買わないとな見えないと思いますけど床がぐちゃぐちゃです
物が散らばってて、やばいな。これ引き出しとか収納買ってこないとダメかもしんないな。私のですね、刀の柄に、こちらにですね、これ抜くとですね、英米撃滅のためって彫ってあるんですよ。ああ、軍刀ですから、時代は変わるもんだな、思います。英米撃滅のため。米英じゃなくて、英米なのはですね、当時、イギリスの方が国力が大きかったからだそうであります。鬼畜英米、鬼畜米英じゃないっていうですね。まあ、インド手放しちゃったらだいぶがっくり落ちちゃいましたけどもね。NHK マスメディア向け説明会を開催。受信料は番組視聴の対価ではなく、NHK 存続のための特殊な負担金、4月から開始している割増金制度はざっくりこんな感じと、マスメディア相手に説明したそうであります。一般反応、なぜその金を俺たちが払うのか、給料高すぎんだろ。じゃあ NHK を必要としてる人が払えばいいんじゃね。論理が破綻しとるな。ゴミ番組多すぎるから規模縮小しろ。組織運営してもらわなくていいんですけど、いらねえから潰れる。大河ドラマとかメジャー中継とかいらんから値下げして。運営に金がかかんなら大河とかやめろや。大河ってめちゃくちゃ金かかる。大河に限らず時代劇は今時はお金かかって民放はできないみたいですね。なかなか組織運営負担金とか言っちゃうと、じゃあ公営化すべきっていう論理になるがええんかという意見もありました。受信料は NHK 存続のための負担金、これは前からちょいちょい言ってました。1年ぐらい前からですね、経営委員会議事録なんとかでもちょいちょい言っておりました。まあ大々的に報道されたのが初めてなのかな。メディア向けの記者会見でもやったんでしょうか。携帯や電気料のように、視聴時間で重量制にしろよ。毎日10時間見る人と週に1時間しか見ない人が同じ料金ってないだろうがとかですね。あと4分の1いる滞納者が真面目に払ってる人と全く変わらない条件で見続けられるのはおかしい、不公平だっていう批判に対して、 NHK がひねぐり出したへりくつがですね、存続負担金です。で、番組視聴料じゃありません。番組何時間見てようと見てまいと全く関係ありません。というですね、へりくつなんですね。私たちは存続すべき組織と言い切る傲慢さとか、俺には全く必要ないんだがという疑問で弁明になってなくて、逆効果ますます炎上しているような気がするんですけど、それは気のせいです。存続すべき組織と断言するほどですね、そんなに番組に自信あんだったらスクランブル放送にして勝負すれば、そんなにいい番組だったらスクランブルにしてもそんなに契約者減らないんじゃないのという声には全力で無視を継続中。スクランブルデモも相変わらずどこも報道しません。古文の民放にもですね、報道すんなよ、スクランブルデモやってるみたいだけど報道すんなよ、命令してあるみたいですね。NHK ってその力の強大さと頭の出来が乖離してません。頭がいいから力が強大ってわけじゃないですよね。力は強大だけど頭良くないな。こんなへりくつ言ったらもっと反感買うってわかんねえのかな。実は昨日例の私が見つけたですね、割増金の法的な穴の件で弁護士さんと面談してまいりまして、割増金の欠陥にお墨付きいただきました。よかった、それは違い、あなたの勘違いでとかあなたの誤解でって言われなくて、着々と準備中です。提訴が済んで後戻りできなくなったら裁判費用のご支援を呼びかけするかもしれません。どうせ NHK は最高裁まで悪がき済んだろうからな、いら NHK みたいな。無限に裁判費用あっちは出せるしね。その時はご協力よろしくお願いいたします。あとメール投稿にもなってください。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください。ご支援のページとかですね、あと私のツイッターとか私の、個人のホームページとかの場所も飛べるリンクが貼ってあるんで、そちらからよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。